今回のテーマはポイント争いです。話してくれるのは寺下千佳プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Pリーグ優勝6回を誇る若手の筆頭株、寺下プロ。Pリーグのポイント争いは厳しい戦いですよね。ルールが変わって1年のトータルの上位3名しかシリーズチャンピオン戦に進めなくなりましたので、一戦一戦とても大事になりました。寺下さんは全シリーズで獲得ポイント1位で、チャンピオン決定戦に進まれましたけど、どうでしたか？あ、そんなにポイント取ったんだっていう驚きで、その後はでも1年間頑張った結果だなと思います。今シリーズは何ポイントを目標にしますか？昨年は24ポイントだったと思いますので、それを超えられるように頑張りたいなと思っています。で、私昨年最初の一戦と最後の一戦が優勝で、その間お休みもあったりとかしてるので、はい、そのお休みをなくしたらもっといいポイントが稼げたかなと思うの で、ね、はい、頑張りたいです。ポイント争いは賞金300万円に向けての熾烈な戦いです。